私がね、ほんと人生で初めてカメラの前で料理をしますよ。まず全然わかんねえな。オッケー。これに忠実にやりますよ。フライパンにオリーブオイルを熱し、ニンニク、鷹の爪、しめじ、玉ねぎを炒める。しんなりしたら、茹でたスパゲッティと青だしを加え、軽く混ぜ合わせて出来上がり。オリーブオイルを、おお、すごい。よし、炒め合わせての、ここに蓋、パスタちゃんを投入します。それっぽく見えてきましたよ。青だし50、はい、うわ、全然違う香りが。さあ、いただきます。めちゃくちゃいい香りです。どうしよう、超美味しい。あごだしパスタ、パスタこんなに美味しくできるとは夢にも思わなかった。ぜひ皆さんやってみてください。グーです。